2010年撮影、イーゴリ・ダビドビチ・オイストラフは、ウクライナ出身のバイオリニスト。バイオリニストのダビット・オイストラフの息子として、オデッサに生まれた。モスクワ中央音楽学校に進み、1948年、コンサートデビューを果たした。1949年から1955年まで、モスクワ音楽院で学び、1952年の、 ビエニャフスキ国際バイオリンコンクールで優勝している。1958年、同音楽院でバイオリンを教えるようになり、1965年、同音楽院の講師となった。この時期の弟子として、ザハール・ブロニア・イエラ・シュピトコバー等がいる。1996年から、ブリュッセル王立音楽院の教授を務め大谷、レイコやラチャ・アバネシアン等を教えた。ソリストとして、 あるいはリサイタルなど、国際的な活躍をしている、父、ダビットの存命中は、リサイタルでの共演、ダビットの指揮によるコンサートも開いていた。小惑星、42,516オイストラフは、オイストラフフ氏の名に由来する、almusic.com l。ありがとうございます。